るのが、リバさんの天才は、まあ、ペットさんの感じと、あと、今日大会にも参加してくれた、ネリナさんかな？シャドウラビリス。めったにいないんで、シャドウラビリス。希少ですよね。別の可能性世界との混戦が起きたようです。元に戻すには、それではご分王座防衛なるか。ラウンド1ファイト。王に当たりますよ。勝負に勝つ。流れを変えましょう。言葉で言うか。これでね、予選とかね、そろそろ公式大会、公式全国の予選とか始まると思うんだけど、予選でもね、結構人数集まってくれれば嬉しいんですけどね。うわー、奥さんルパンです。あー、奥さん逆切れです。
やりました。あ、まだ公式発表されてないんだっけ。そっか、俺もレギュレーション知らねえわ。そういえば、まあ楽しみだよね、公式全国はね。まあ大味だねこのゲームはね。そこがいいとこでもあるんだけどね、わかりやすいよね。まあわかりやすい中にもまあ強キャラとかがあったりとかするから、あまあわかりやすすぎるわけでもなくね。なかなかよくできたゲームだよ B4U も。続編ね、期待されてんね B4U は。どうなんだろうね。ガン、おぉ、P4Eはとっつきやすいね。そういうのあるのかな、システムワークス。すごい試合でした。どちら様にも。あ、ゲームスピードが好きな人多いね、確かにね。別の可能性でもブレイブルも相当速くなったよ、ゲームスピードは。結構回転率もいい感じだし。オリビア見てないよ。むしろ、まあまあ、ね、あの別にアークに許可を取ってやってる配信じゃないんで、あの公式の方がね、反応してくれるのは嬉しいんだけど、怖かったりもするんですよ、実はね。ヒント欲しいね、俺も欲しいな。ヒント集出してくんないかな。あ、コミさんありがとうございます。よし、飲み物買ってこよう。すごい試合でした。無意識の海で別の可能性世界との混戦が起きたようです。元に戻すには向こう側の世界の住人を受けたまわりました。
かが起こる予感がするぞ。私もラウンド1ファイト。赤いコーラうめえよ、赤いコーラ。あ、これはあれだ、配信では一番アカンタイプのステージやな。配信では一番アカン、あの、辛いタイプました。免許、うん、ユキコはよ、あったあった。じゃあシャドウラビルスかナオトかな、どっちかに挑んでくるわ。実力白昼、どうなるこの試合。ラウンド1ファイト。ユキコ半分以上のキャラきっちりから別に変わんねえよ、誰とやってももう。スパンチ、あ、了解してもらきゃ。勝機は必ず。
との混戦が起きたようです。元に戻すには向こう側の世界の住民を実力で退け受けたまわりました。実力白昼、どうなるこの試合。ラウンド1ファイト。
別の可能性世界との混戦が起きたようです。それで強いっすよ。なんか聞くところによるとプレイステーション3勢の方で熱帯で師範代の方が らしいんですよね。でわざわざ今日の大会のために、出てきてくれたっぽくてありがとうございます。やっぱ配信やるもんだよね。あ、炎上するする、大丈夫です。終わったなノービューチャーだったよ。でコメントいっぱい書いてくれたんだな、ありがとうございます。やっぱあれだな、ガーキルーンの時 SB 上げちゃんとやろっかな。応援してくれてた、ありがとうございます。わあ画面見てんなー。箱行き子全員一ね、かっこ笑いだけどね。やってるなしかし。アッパーこれね、あ、まあ知ってると思うんだけど、あの牛アッパーって、入力して沈み込んだ、牛が沈み込んだ瞬間に、いる相手の位置にしかアッパーが出ないんで、あのホーミングして出てるわけじゃないんですよね。最後までホーミングして出てるわけじゃないですよね。うめえよ。俺はテーダー通しすぎたな。ちゃんと上見てればよかったな。
ワンチャン力。リラックス、リラックス。ラウンドファイナル。ミリリ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 リうわあ、振りかぶったあ。ああ、無理無理、それ崩し無理。うわあ、ホームラン。いいガード。危ない危ない、延長し忘れるとこだった。延長しました、大丈夫です。アズーカ4連勝。箱でペルソナまたやろうと思う。あー、時間による。無意識の海で時間によるかな。ランクマは割と厳しいと思います。ただ箱はね、プレマで部屋建ててる人がまあちらほらいるので、まあ、結構同じ人しか立ててなかったりとかもするんだけど、一応対戦できなくはないって感じですかね。で結構ガチ勢が多いっす、アーケードでやってるガチ勢が。箱はね、さあね、まあどっちでやるかっつったらプレイステーション3でやるのをおすすめするね。俺も対戦相手いるからね、プレイステーション3はね。すげえ、見ました、今の 2B 逆切れビーム、かっこいい。どっちも師範だい。そっか、家庭用で出てきてほしいな、そういう人。公式全国大会誰なんだっていう人、一体こいつは誰なんだみたいな人、なんか旋風を巻き起こしてほしい、家庭用勢が。どっちも師範代とかすげえ。